さあ、ということで、ちょっと休憩を挟みまして、また遊んでいこうかなと思います。いよいよ、ダグトリオの依頼だよね。鋼山だっけ？おはよう。おー、ペリッパ。え？ってことは？ダグトリオ以外の依頼が？早くも来てしまった感じ？それともニュースとかかな？まあ、とにもかくにもチェックですよ。なるほどね。来てることは来てるんだね。まあ、行きたい気持ちもね、山々なんだけど。そうだね。これ読んでなかったね。とりあえず今ノーマルランクだから、ブロンズランクっていうのを目指していけばいいのかな。で、保管っていうのは大事な、あれだね。というわけで、ちょっとアイテム整理したら、今回は鋼山に行こうかなと思います。さあ、では行きましょうか、鋼山。ここか、鋼山は。ここの頂上にディグダがいるんだね。でもすごいことだよな。そうです。ここまでついてこれたんだね。ということで9階まで行くんだね。分かったよ。行こうか。というわけで頑張っていきましょう、金山。早速敵さんがいますが、動いてないですね。寝てるかな？寝てますね。えい。え、嘘。やばい。やばい。やばい。強い。強い、強い、強い。まずい。え、強くない？ちょっと待って。まずい、まずい、まずい。待って、レベルが足んないか？あとですね、ちょっとやっと気づいたんですけど、能力下げられたら、この床踏めば大丈夫っぽいですね。結構アイテム置いてきちゃったぞ。大丈夫かな？ただ、ピカチュウのレベル的には大丈夫なんだけど、多分俺のレベルが低いんだよね。なんか3つぐらい差をつけられてる気がするからな。そうか、まだ水鉄砲とかが、なんかないんだっけ？じゃあ体当たりで頑張るしかないな。あ、来てる。あ、そっか、登録？登録してない？もしかして。結構ね、預けてきちゃったので。やばい。よいしょ。おい。え、まずいな。ココドラ出るのか、鋼タイプはきついですね。って思ったけど、まあ、鋼山だもんな、それ出るわな。じゃあ行きますか。やばいなって思ったんで、ちょっとゴローンの椅子1個無駄にしちゃったけど。よいしょ。ゴローンの椅子と体当たりみたいな感じかな。通常攻撃でもいいかもしれないけどね。とりあえずね、アイテム回収しながらね、頑張っていきたいんですよ。よいしょ。レベル上がんないね。なかなか上がらないですね。せめて10にしたいよ。お、ここ、石ゾーンだ。やったやった。じゃあ行きますか。へえ、ピンチになるとこうなるんだ。この危機感のなさだけど。HP 完全回復するのかな、オレンの実って。すごいね。もうちょい持ってきてもよかったな。オレンの実が欲しい。お金取って、そうだね、ここは、斜めに出ればよかったな。おお、ナイスナイス。ここはあえて泥かけの方がいいのでは？ですよね。命中率も多分下がるよね、泥かけ。
って考えると泥かけでもいい気がしてきましたが、まあ、体当たりの PP がもうすぐなくなるので、なくなったら登録し直しましょうか。それにしてもさ、レベル上がんなくない？そろそろ上がってくんないかな。ピカチュウのレベルってどんぐらいだっけ？11なんだよね。えい。えい。しまったな、今泥かけでよかったな。吹っ飛び玉、ほう。吹っ飛び玉、どんなやつだっけ。なるほどね、吹き飛ばし的な感じかな。これ登っちゃおっかな。もうサクもしたいですが、お、大大グミ、グミ、なるほどね。格闘タイプのポケモンの好む食べ物、へえ、タイプ別であるんだね。賢さが上がるってことは、まあ食べてった方がいいってわけだね。なるほど。いろいろあるんだね、この辺が。じゃあどうだろう、俺が操作するキャラじゃなくてピカチュウに食べさせるべきだったかもしれないな、これじゃあ。まあ次から気をつけようってことでやっていきましょう。まあ、別にあれだよね、多分空腹も満たせるから、俺が食べてもいいっちゃいいと思うんだけど、どうでしょうか。食べるかな。使うでいいのかな。お、食べた食べた。 PP 確認、 PP 確認で、これでそうだね、こうすればいいのかな。で、一応こちら側見ていきますね。で、今のところ食料見てないよね。お、PP マックスだ。これで万が一体当たりに何かあった時は、なんとかなりそうですね。とりあえず見たね。じゃあ、行きますか。やばい、バルキーが出てきた。えい。よいしょ。あー、あぶねえ、あぶねえ。レベル10になった。水鉄砲、待望の水鉄砲、水はざきました。ありがとうございます。やっぱ油断した時に来るね。気をつけましょう。うわー、勢ぞろいなんだけど、何体いるんだこれは。3体ぐらいないか。ココドラはもうさすがに泥かけて倒した方がいいね、これは。体当たり。で、バルキーオッケー。で、ピカチュウレベルアップ。もうピカチュウに任せてもいいと思うんだけど。頑張るか。俺の頑張り時だな、これは。で、泥かけ。で、最後の体当たり。で、泥かけに変えておこうかな。どうしようかな。泥かけにしておこう。水鉄砲はまだ残しておこう。オッケーオッケー。じゃあ行きまーす。なんだかんだ6階ですから、あ、変わったね。ってことは出てくるポケモンも変化が出てくるかな。ちょっときついね。きついね。
もうちょいレベル欲しいね。わあ、どうしようかな。当たる？当たってくれたよかった。泥かけ、オッケー、オッケー、オッケー。さあ、ゴロの石を取って進んでいきましょう。あ、バルキーが、賢い、賢いぞ、賢くなるぞ。で、ダンバルさんは、地面がオッケー。ちょっとバルキー探したいね。ぶんどりたいですね。ぶんどりたいですね、あのグミ。君かな？違うね。違うバルキーだね。別バルだね。やばい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 。ピカチュウ！ピカチュウ！ 10 万ボルトだ。電光石火だ。あった、よかったー。じゃあ。オッケーオッケー、賢くなったね。で、お腹もちょっとまずいので、リンゴ食べようか。ココドラは、泥かけでオッケー。やっぱね、なんだかんだ見たくなっちゃうんですよね。我慢してる間に倒したい。オッケーオッケー。でもあれ大失敗すると多分一発でやられるよね。それが我慢の怖いところだよな。さあ、というわけで泥かけの PP もなくなってしまいましたので、残すところはもう水鉄砲だけとなってしまったんだが、おお、ヨガのポーズだ。ここは石で攻めていこう。でも石つぶては使った方がいいよね。ただね、なんとなくエアームドとはね、戦うことになると思うんですよね。なのでやっぱ技をね、残しておいた方が良いのではなんて思うんですけど、この爆裂の種でもいいかもしれんですな。なんだかんだ種使ってないよね、まだ。もう今のところ力でねじ伏せてますよね。グミに、お金に、ポケに、ワープ玉。まあ、使うと。え、カイロスかな？使うと多分ワープするまんまのやつだと思うんだけど。カイロスはやばいよな。ちょっと相手にするのはやめておこうかな。強そうなんでやめておきます。手堅く攻撃。お、なんか増えたよ、ピカチュウ。なるほどなるほど、これは欲しいね。じゃあ行きまーす。まあ石うまく使えば多分倒せたと思うけど、カイロスやばそうだな。でもな、起きてるカイロスだったらさすがに戦わないといけないから、いずれ多分戦わないといけない時は来てしまう気はするんだが。オレンの実、オレンの実ありがたい、オレンの実ありがたい。誰だ、朝なんか、えい。ちょっとまずいですね。ちょっとまずいね。オレンの実があるとはいえ、ちょっと使いたくないな、今。今使うの違う気がする。そして PP 大丈夫。あと10回、あと10回、まずい。時間節約気味でいかねば。ただ9回って言ってたよね。もう次がそうだよね。そんな気にしなくていいかな、じゃあ。ここ上行けるね。上行きましょう。なんかアイテムが欲しい。場所替えかー。お腹減ってきた？じゃあ申し訳ないけど、このグミは俺が食べよう。やっぱもうちょいリンゴ持ってくるべきでしたね。リンゴ1個だけで十分だろうって思っちゃって。だいたいカイロスてるの。起こしちゃった、起こしちゃったよ。でも責任は取りなさいよ、ピカチュウ。えらいえらい、さすが強いな、うちのピカチュウは。
さあ、ということで、エアームドさんと戦う時が来るのかな？あそこにディグダが。昔ね、エアームドのことエアムードってずっと言ってた。雪目の子と夢キノコみたいな。怖いです。そりゃ怖いよな。そりゃ怖いよな、そこにいるのは。そこの怖さは、なんかディグダだから怖いとかじゃないと思うんだけど。あんたたち、何しに来た、ザマスか、まさかの、まさかの語尾ザマス。ディグダを助けに来たんだ。このアイコンかわいいね。張り切ってる感じね。エアームド、悪さしないでディグダを話すんだ。何言ってるザマス。悪いのは、こいつらザマス。そうザマスか？毎晩地震が起きて怖くて安心して眠れない。それもこれもこいつらが地底で暴れるから。違うんじゃないかな。それは違うよ。確かに最近よく地震が起きるけど、でもディグダたちが地底で暴れたくらいで地震は起きないよ。わー、戦うんだね。ダメだ、エアームダは興奮して話にならない。ここは戦うしかないか。そうだな。じゃあピカチュウ10万ボルトだということでやっていきましょうか。とりあえずこれがいいよね。え、嘘、やばい、どうしよう。手堅く20ダメージが、手堅く俺の20ダメージがなくなってしまったぞ。どうしよう。食べよう。どうなんの。わ、強い。そしてエアームドも強いエアームドも強い。まずい。ちょっと鳴き声打っときます。これ鳴き声重ね掛けしてピカチュウ、ちょっと待って、え、嘘、弱エアームドさん、ここは一旦逃げるぞ。マス、え、絶対本気出してないよ、あのエアームド。おい、エアームド追っ払ったよ。もう大丈夫、早く降りてきなよ。って言ってもさ、降りてこれるの？しょうがないな。助けに行くから待っててね。まさか気づいてなかった的な？どうしよう、これじゃあ向こうに当たれないよ。あ！コイルたち。話は聞いた。我々が空からディグダを助けよう。まあそうだな。一応地面タイプだもんな。僕とっても怖かったです。ずっと高いところにいたせいでしょうか。まだ足が浮いてる感じなんです。どうなってんだろうね。気になるよね。地面の中。めっちゃ筋肉とかあったらどうしよう。でもこうやって助かったんだからよかったよね。はい、本当にありがとうございました。おお、助かったんだから、よかった。その声はお館怖かったけど大丈夫。おかげで助かりました。ありがとうございました。お礼ならコイルたちに言ってよ。そうだね。確かに。コイルが助けてくれたもんね。今回の救助は僕たちだけじゃ無理だったんだ。それは、本当にありがとうございました。いやいや。助けたのは当然のことだ。かっこいいなぁ。こんなこと言ってみたいわ。進化系が三位一体というあたり、親近感も覚えているんだ。なるほどね。やはりポケモン同士助け合わなくては。いやはや、ほんと片付けない。それではライラさん、ピカチュウさん、ありがとうございました。ではやったー、カテキンお茶でもくれたんかな、ありがとう。では我々も、僕たちの仲間にならないかい？
仲間？うん。今回はコイルたちがいなかったら救助できなかったわけだし、今後は救助するにも仲間が必要だなって思ったんだ。どうしよう。なんか俺視点だと苦渋の選択なんだけど、はぶられるんだけど、ピカチュウがいつ電気パーティーがいいって言い出したら俺終わるんだけど。僕電気ポケモン、電気タイプのポケモンだけで救助がしたいなみたいなこと言い出したら俺もうあれなんだけど。まあでもね、この笑顔見ちゃうとね、でも可愛いな。しかし救助にすぐ駆けつけるには近くに我々が住む場所が必要だな。そう、確かにそうだね。この辺で我々が住む場所はあるのか。それはまあでもあれば前向きに考えてくれるんだね。そうか、ないのか。しょうがない。残念だが仲間は諦めてくれ。マジかー。なんか増やせないものかな。ポケモン広場、友達サークル。おお。じゃあとりあえずそこに行ってみましょうか。明日。さあ、ということでまた夢かな。夢パートかな。またあの夢だ。あの人は一体誰なんだろう。サーナイトがうっすら見えてない？ん？今度は少し聞き取れる。え？人間？役目？待って、もう少し話を聞かせてよ。ダメだ、意識が。人間役目？次の朝？なんかもう何事もなかったように起きたけど。まあでもちょっとずつ上がってきそうな感じかな、俺のことも。おはよう。